今回は激安で簡単に作れる焼きそばピザの作り方を紹介します。カリカリのチーズとトロトロのチーズが両方楽しめます。ピザ生地の代わりに焼きそばを使うことで B 級グルメで味わえるような美味しさです。それでは作っていきましょう。ツナにマヨネーズを適量入れよく混ぜます。生姜、玉ねぎ、小松菜をみじん切りにしておきます。それをツナマヨに合わせます。軽く黒胡椒を振りかけます。焼きそばとチーズを用意します。焼きそばは業務スーパーで19円で買ったものを使います。なので今回は激安で作れます。鍋をよく温め油ならしをしておきます。チーズを真ん中に広げるように入れます。なるべく薄く広げましょう。焼きそばはレンジで1分温めておきます。チーズの上に焼きそばを広げて入れます。チーズが焦げないように弱火にします。周りから固まってきたチーズを剥がしていきます。さらに弱火にしてチーズがしっかり固まるのを待ちます。チーズが固まってきたらヘラを入れそこまで剥がしていきます。剥がれて鍋の上で滑るようになったら裏返します。焼きそばをこんがりと焼いていきます。焼けたら取り出します。焼けた焼きそばの上にツナマヨをのせます。その上からチーズを振りかけます。オーブンに入れ焼きます。チーズがとろけてきました。焼けたのでオーブンから取り出します。焼きそばピザを食べやすい大きさに切り分けます。今回は焼きそばピザの作り方を紹介しました。普通のフライパンで作ればもっと簡単にできます。2種類の食感のチーズが楽しめ、原価も安く簡単で美味しいです。おやつはおつまみとしても楽しめます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。